マイヤ・パンジキゼは、ジョージアの外交官、政治家。2002年から2004年まで外務大臣を務めた。トビリシにて誕生。父親は、作家のグラム・パンジキゼであった。トビリシ国立大学とイェーナ大学で、言語学者として研究し、1994年まで、トビリシでドイツ語の教師をした。1994年に、外務省に入省後は、キャリアの大半を、ベルリンの大使館で過ごした。彼女は2004年に外務副大臣を務めた後、2004年から2007年まで駐ドイツ大使、2007年から2010年まで駐オランダ大使を務めた。2010年、彼女は外務省から解雇を受けた。彼女はこれについて、義弟のイラクリ・アラサニャが2008年にミヘール・サーカシュビリ政権に反対して、国連大使を辞任したことに起因する政治的決定によるものと主張した。2012年2月、パンジキゼは実業家ビジナ・イヴァニシビリが率いる野党勢力に広報担当として合流した。彼らは野党連合ジョージアの夢=民主ジョージアを結成し、同年10月の総選挙で与党統一国民運動に勝利した。彼女はイヴァニシビリ陣営において、広報担当及び選挙対策本部長を務めた。メディアを再生するジョージア外務大臣マイヤ・パンジキゼとアメリカ国務長官ヒラリー・クリントン・ジョージアの夢が2012年の総選挙で勝利した後、パンジキゼは2012年10月25日、ビジナ・イヴァニシビリ内閣で外務大臣に就任した。彼女は大臣としての第一声として、ジョージアの外交政策の優先事項を挙げた。まず、欧州との関係や NATO との関係について、統合路線を示し、またアメリカ合衆国との戦略的パートナーシップの発展、近隣諸国との良好な関係の継続について述べた。加えてパンジキゼは、イヴァニシビリ新政権は、ロシアとの関係の正常化を目指していると言及した。ただし、独立状態にあるアブハジア及び南オセチアに対して占領国であるロシアが大使館を置き続けるのであれば、ジョージアは外交関係の回復を行わないとも述べた。首相がイラクリ・ガリバシビリに交代した後の2014年11月5日、彼女はイラクリ・アラサニアが国防大臣を更迭されたことに抗議し、辞任した。ありがとうございます。